京都教育大学附属高等学校は、国立大学法人京都教育大学の附属高等学校。京都府京都市伏見区深草越後屋敷町に所在し、京都府内で唯一の国立高等学校である。京都教育大学への優先入学制度などはない。京都教育大学附属京都小中学校、京都教育大学附属桃山中学校から連絡進学する生徒と、 外部募集で入学する生徒から構成される。1965年、京都学芸大学附属高等学校として創立。京都学芸大学附属京都中学校級校舎を仮校舎としていたが、1966年、京都市伏見区深草越後屋敷町に移転、校名も京都教育大学教育学部附属高等学校となる。 2004年国立大学法人化に伴い、現行名となる。京都教育大学の付属学校として、研究に裏付けられた授業を行い、自ら目標立て、課題を設定し、調べ、考察する学習を行っている。大学進学を意識しており、高2からは、サイエンスコースとグローバルコースを選択する。希望進度に対応できる柔軟なカリキュラムとなっている。 2018年度入学生までは、上記2クラスの他に S クラスと A クラスの2にイコール4つの選択制を実施していた。2002年に自然科学コースを設置し、以来、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールの認定を4期連続で受けている。郵便番号612-8431京都市、伏見区深草越後屋敷町111立花の実が図案化されている。 古来、立花の実は、肘こを実とも呼ばれ、夏に実り、秋冬も、なお木にあって爽やかな香りを放つ。立花の交渉には、地についた研さによる結実と、いつまでも変わらずに好期を放つ人間として社会に、貢献できる人材を育てたいという本校の思いが、込められている。男子は、学ラン、女子はブレザーである。保存されている。 南門第二本帝国陸軍第16師団司令部、並びに一部の霊化部隊、施設は京都市伏見区内に設置されていた。その名残で京都教育大学附属高校の敷地は、師団霊化部隊である市長兵第16部隊跡地が使われている。市長兵第16部隊の南門と保障者は、京都市消防学校の移設に伴い、元陸軍第16師団市長部隊の遺跡を、 保存する会によって、高校の敷地に移設された。移設場所は、隅染通りから高校へ続く道、通称系京ロードの西側にある。ありがとうございます。